オロうノコの新発行版1688年、オルノオコは1688年に発表されたアフラベーンの小説である。オルノオコは比較的短い小説で、もともとの題名はオルノオコ、王家の血を引く奴隷である。主人公のオルノオコはアフリカのとある地域の王の孫で、将軍の娘であるイモインダに恋し、結婚の誓いを交わす。しかし、 祖父である王は、イモインダの美貌に目が眩み、孫の婚約者に横れんぼしてしまう。王は、イモインダに、特別なベールを送り、妻の一人になるように命令する。イモインダが無理やり王のハレムに入れられた後、味方のオナルとアボアンの援助で、イモインダとウルノオコは、会うことに成功する。しかしその事実が、明らかになり、激怒した王は、イモインダを奴隷として売ってしまう。 オルノーコも戦いで罠にはまり、強欲なイギリスの奴隷船の船長に捕まってしまう。イモインダもオルノーコもサトウキビプランテーションを多数抱える南アメリカのイギリス植民地、スリナムへ連れてこられる。スリナムで二人は再び結ばれ、キリスト教に改修し、オルノーコはローマの英雄にちなんでシーザーと呼ばれるようになる。やがてオルノーコは奴隷の領収として反乱を起こしたが、 植民地の軍は反乱を弾圧し、奴隷たちはバイアムに特赦を約束してもらった末に降伏する。しかし、その後オルノーコは、むち打ちの恥ずかしめを受ける。自らの尊厳を守るため、オルノーコは、バイアムを殺そうと決心するが、自分の死後にイモインダが交換されるのではないかと恐れ、二人で相談して、先にオルノーコがイモインダを殺すことにする。オルノコは、 悲しみのうちに愛する妻を殺し、イモインダは、夫の手により危機として死んでいく。愛する妻の死体の傍らで嘆いていたオルノオコは、植民地政府に囚われる。オルノオコは、すさまじい虐待の上に殺されるが、刑の執行中も冷静にパイプでタバコを吸い、声を出さずに痛みを辛抱しながら死んでいった。オルノコの死後、植民地は、オランダ帝国に侵略され、奴隷たちは容赦なく、 殺されていった。ありがとうございます。